ちゃ難しかったけど、両方仕事が両方仕事って面白くて、本当に気になって、昨日の時差で昨日出すの忘れて話盛り上がって、ああ帰りました。まさかの時は寝る掃除とか
車内でお待ちください。まもなくの発車です。次はソファーオスに止まります。次はソファーオスに止まります。ソファーオス15時46分の発車です。発車まで時間を待つかとなりますので、電車の遠くには行かれないようお願いをいたします。次の停車駅はソファーオスです。終点工事15時54分の到着です。終点工事15時54分の到着でございます。大変なものとお待たせいたしました。まもなく発車いたします。閉まりますドアにお気をつけください。なおお客様にお願いがございます。ただいま窓を開けていらっしゃるお客様おられましたら、工事駅到着の際には踊れ荷物が閉めてお降りいただきますよう、お客様のご協力をお願いいたします。ただいま窓を開けてお楽しみのお客様踊れ荷物がこの後入手しまして、停車等がございますので、踊れ荷物がただいま開けていらっしゃるお客様は窓を閉めていただきますと大変助かります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。大体あるのに。
15時46分、パパオフ15時46分の発車でございます。電車から遠くには行かれないようお願いをいたします。すぐの発車です。
ください。また明日6月2日